はい、どうも、こんにちは。わあ、やべ、ちょっと見えちゃった。はい、どうも、こんにちは。あれです。お久しぶりです、本当に。中間テストが終わりました。まあ、いろんな意味でね、終わったんですけれども、今回ご紹介するのはですね、まあ、ゲーム実況者向け、マイクラ実況。邪魔だな、お前。邪魔だな、お前。あ、やばい、またちょっと見えちゃった。はい、どういうものかというとですね、まあ、マイクラで分身動画を作ろうということで、とりあえずここにね、僕の分身を1体出します。せーの、ポン。出てるかな？僕今この画面では何にも出てないんだけど、編集で出てると思う。はい。まあ、そのやり方っていうのが、まあ、クロマキーと呼ばれる技術でして、最近では某有名 YouTuber が、自分の家の壁をグリーン一色にして、それで分身動画作るってやってるじゃないですか。あれです。そう、あれをマイクラでやります。で、あれをマイクラでどうやってやるかっていうと、そのグリーンの背景を、っていうか、クロマキーって、単色の背景だったら、透明にすることができるんです、編集で。で、それで映像を合成するっていうね、よくわかんないって方もいるかもしれませんが、多分見てればわかります。俺の動画、こういう系多いな、見てればわかります。まあ、どうやるかっていうと、マイクラ内で、その単色の背景を作ればいいという話で、それするにはどうするかっていうと、モッドとかじゃなくて、お気づきの方もいるかもしれませんが、ちょっとこの土とか、なんかいつもと若干感じ違うなーって思った人多いんじゃないでしょうか。はい、今回僕が使うのはテクスチャーです。その黒巻用に作られたテクスチャーがあって、まあ、ちょっと名前忘れたんだけど、下の概要欄に貼っとくんで、ちょっとそれを使ってね、分身していこうと思います。よーし。で、もうね、その単色の背景って言いましたが、まあ、どういうことかというと、まあ、こういうことですね。はい。すごい雑に作ったんだけど、これを使って、まあ、分身します。で、まあ、これ何のブロックかっていうとですね、このテクスチャー入れると、黄緑色に色付き粘土がね、単色になるんですよ。これを使って、まあ、分身すると。じゃ、とりあえず、まあ、素材を取っていきましょう。分身するね。イェイ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 マックに無料で入ってる iMovie っていうやつでも、まあ、クロマキーはできたと思います。あとは実況者が使ってるのは、あと Windows の AVIUTL とかかな、わかんないけど、多分そういうのでもできると思います。はい、じゃあそれでは実際にクロマキーやっていきましょう。まあね、僕だってな、こうやってなちゃんと編集してるんだぞっていう何のアピールだよって話なんですけど、よし、じゃあやっていきましょう。ここに僕はね、さっき撮った動画があります。ちょっと音量はとりあえず今消していいや。で、ここ再生ボタンで、まあこんな感じで。まあ、今まで、今この動画を見てる視聴者さんが、この、なんつうのかな。この動画の前半部分ですね。今それがここの編集ソフトに入ってます。はい、こんな感じで今素材を撮ってるんですね。じゃあこの冒頭部分に、この辺の緑色の背景を取った素材をね、入れていきたいと思います。はい、じゃあそれでは実際にやっていきましょう。まあとりあえずどうしようかな。まあこの辺でバチコーンと切りまして、まあまず上にかぶせるんだよな。で、まあ、この辺だね。じゃあとりあえず素材を切り出す、この辺がいいかな。まあじゃあこの辺をバチコンと切って、ちょいちょいこのね、下手くそなのが、この春の撮影の下手さが、ちょいちょいこの辺の空とか入っちゃってね、こういうのはもうね、どうしようもないから、これはこいつが下手、普通に。さ、いや、とりあえずこれを、上にかぶせまして、まあ、今これ上にかぶさってる状態なんで、この下のものは全く見えてない状態です。ここを抜ければ、まあ、下のやつ見えるんだけど、じゃあここに、エフェクトで、あ、まあ、これはプレミアの場合なんですけど、プレミアの場合は、キーイングからこのウルトラキーってやつで、まあ、黒巻きをすることができます。で、このキーカラーをスポイトでポチンと吸いますと、ほら、このように背景がこう透過して、このように合成できると。じゃあ、このモーションでもうちょっとスケールを拡大して、位置をまあ適当にピューイって動かしてあげると、よいしょ、画質が違う。
画質が違うんだけどな。まあまあそこは怖い今日。はい、というわけで こんな感じで再生しないこんな感じ。今ちょっと重いんだけどね、うん、今ちょっと重いんだけど、くっそ重いなこれマジで。あ、録画ソフト立ち上げてるからか。だけど、まあ、まあこんな感じに分身ができます。じゃあこれでどんどん分身動画を作っていきたいと思います。はい、どうもこんにちは。イエ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